カーボンニュートラルエネルギー国際研究所の山内美穂です私の専門は固体材料化学、触媒化学です<楽>私が所属する研究所では地球温暖化の問題を解決するため大気中の CO2 を増加させないつまりカーボンニュートラルを実現するためのさまざまな取り組みが行われています 身のの回りの化学製品、例えばポリマー洗剤肥料などを製造するには高温にしたり圧力をかけたりと CO2 発生を伴う膨大なエネルギー投入が必要になります。私は化学反応におけるエネルギー消費を抑制するために必要な高性能のの触媒の開発をしています水素燃料電池車はご存知でしょうか 水素は燃やしても水しか出ないためクリーンな燃料ですが非常に軽い気体であるため水素を効率よく貯蔵すす。ることは非常に困難です以前所属していた研究室では直径数ナノメートルの微小な金属のナノ粒子を使った新しい水素貯蔵材料の開発を行っていました。さまままざな粒子を作成しましたが、 結局高い急増能を示す粒子を得ることはでできませんでした。ところが最近これまでに開発したナノ粒子は CO からアルコールやエチレンなどの有用な物質を作成するための触媒として高い性能を持つことが分かってきました一生懸命に合成した物質には愛着が湧いてきます。その物質が、 面白い性質を示すととっても嬉しくなります私は科学者ですが他の人に才能があると言われたことは一度もありません物理や数学は頭の中に数式が浮かばないと研究が進まないかもしれません一方約100種類ある元素の中からいくつか選び新しい物質を合成したり 物質の性質を調べるのが科学です実験してみなければ何ができるかわかりませんそこが科学の魅力であり難しいところでもあります1回の挑戦でうまく合成できなくても2回目がある他の元素の組み合わせもあります失敗を恐れず新しいことにチャレンジできるところそれが私の才能だと思います 私はお酒が大好きですお酒の席ではついポロっと本音が出てしまいます他の人もそうだと思いますいろいろな人の考え方を理解したり意見を聞くことは自分の考え方の幅を広げるためにとっても大事なことです若いうちからいろいろな人と交流を持ちましょう